今回は、今時の AI に欠かせたポケモンが、超リアル、のスレを紹介します。それではどうぞ。命を刈り取る形をしている。着ぐるみ。全然リアルじゃないな。ノベル AI 時代に女体化とか、させてたのがもはや懐かしい。尻尾の炎が遠くにある焚き火になってて笑った。何か中に入ってるだろ。これもう半分ミミッキュじゃね。ただの犬。ゴーリキーでやってみて。手間と時間かかるからだいぶ待ってもらうけど本当に見たい？待てるよ、かなり見たい。持ち玉はここまでだからちょっと待っててね。溢れるフィギュア感、筋はなんだろうね、縫い目とか？なかなかいい。かわいい。これかっこよすぎ。わろた。海外でもなーがガキガキな眉毛わろた。かっこいい。もう少し着ぐるみ感も抑えられないものか。適応しそうな材質がビニールかぬいぐるみしかなくて、それを持ってきてるとか。かわいい。毛のレベル上がりそう。 EV とかは犬だし近いものを探してそう。獣モチーフじゃないポケモンだとどうなるる。サーナイトとか人の形すらないやつ。色が消えた。かわいい、くねえ。なんで着ぐるみになるんだろ。ワイも墓ごく犬になるかと思ったらなんだこれ。ゴーストか。こんな虫いそう。ムクホークは口以外は完璧なのに。尻尾がオブジェにされとる。実際にいたらこんなもんだろうな。指とか一瞬で噛み縮られそう。かっこよくていいね。ここでスレは終わった。最新動画はこちら。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。